問題、あいあいがされ下校する典型的なリア充を滅亡してほしい。君ならどちらを選ぶ？このスカートの短さであれば半ズボンではなくてパンツのはずだ。この少年はあいあいがさだけではなく水たまりに反射するこの彼女のパンツも見ているはずだ。ではそんなイチャイチャな二人を滅亡させるためには車を走らせるかアンテナを立てる、どちらが正しいのか。私は車を走らせるだと思う。水しぶきを全身に浴びることによってそのギンギンに熱々のソーセージを癒してやる。違った、跳ねた水がかかった二人は諦めて傘を放り出し羽を外して楽しんだ。小学生でもしないと思う。正解はアンテナ。アンテナが飛来心のようになり雷が二人に直撃。普通は死ぬのでご注意を。